速報です。今 YouTube に動画をアップロードするだけで大金を稼いでいる人たちがいるようです。インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。ニュースでした。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、トルネオロボ&スカウト RX1。アメリカのロボット掃除機ルンバ、こちらに有力なライバルが現れました。東芝ライフスタイルのトルネオロボとミーレジャパンのスカウト RX1 です。はい、どちらもね、ルンバを徹底研究して開発されて、高い清掃効率だとかね、使い勝手の良さというのを追求してるんですね。東芝のトルネオロボというのは日本メーカーらしいきめ細かな工夫というのがたくさんあるんですね、はい、例えば上位モデルの充電ドックについているダストステーションというのは、ドックにサイクロン掃除機のような機構があってね、本体側に溜まったゴミを充電のたびに吸い取るんですよね。なのでゴミ捨てが1ヶ月程度はいらないということなんです。これは便利ですね。いいですよね。いいですね、うん、それからドイツのメーカーであるミーレのスカウト RX1、 こちらは本体に内蔵したジャイロセンサーと天井を映すカメラを組み合わせて現在位置を把握するんだそうです、うん、そのため効率よく高い精度でお部屋を掃除できるんだそうです。はい、このねスカウト RX1 を使ってみるとね、部屋を直線的に往復して無駄な動きというのが少ないんですね。ルンバよりも早く掃除が終わる印象でしたね、はい、であと壁の位置を赤外線センサーで認識してね、ぶつかる直前でブレーキをかけたりだとか、動作音が比較的静かなんですね。なので家にいる時に動かしてもあまり気にならなかったんです。どちらの機種も清掃の効率ですとか静粛性、水洗いできるダストボックスといったルンバの弱点を研究したことが短期間使っただけでも実感できたんだそうです、今後ルンバの有力なライバルとして急浮上してくる可能性がありそうですね。